どうもこんにちは、リュウボンです。フィールザスの続きの方やっていきます。このね、何もない雪原って言おうとしたら、ちょっと右の方にね、建築物、村が映っちゃってるけど、これは最初の村ね。お見せしたいものが、ほら、かなりね、充実してきましたね。まずこの畑ね、畑に関しては、これですね、ガーデンベッドっていうものを、シャベルと、なんだこれ、エネルギーか、ムーカスを、6つでできるやつですね。で、そこに農作物を植えると早くできるってやつで、それをね、たくさんやってきました。で、これは、ドライハーブっていうやつですね。ドライハーブは、あれがないんだ。種をね、これ、マップで言うところの、ここですね。ここにいっぱい入ってると。この点々ね。この点々がドライハーブ。で、こっから、シャベル持ってって、で、作った感じですね。で、これはあれですね。なんだ、草じゃない。木。枝だね、枝。を、作ったという感じですね。そしてね、ちょっとね、いろいろね、強化してます。まずこれ、ストーンアーマーっていうね、レシピを実は拾って、ちょっとこれ動画外でやっててね、録画外でやってて、ちょっと拾った瞬間お見せできなかったんですけど、レシピ拾いました。やったよ、これ。相当ね、防御力が上がりました。そしてね、鶏も、倒せるようになります。で、後ろから攻撃すると、待て。倒した瞬間見えなかったっていうね。倒せるようになりました。まあ、火種が減ったっていうのと、あと戦い方がなんとなく分かったみたいな感じですね。で、奴を倒すと、ローミートっていう生肉をね、手に入れることができると。で、この生肉と、生肉とね、これね、このパープルスウェードっていうね、ものを、この鍋の前で作ると、ベイクドハムっていうのがね、作れるんですよ。で、これ、半端ないから、こんなに持ってんだけど、サティエティがね、75も回復する、満腹度。これ、ね、すごい。そしてね、ポーション。当然ですが、もう簡単にね、もう今めちゃめちゃアイスとかもいっぱいあるので、こっちか。で、ここでね、これかな。で、フラスコ。3つ作れるかな。で、作って、作れる。1個しかねえや。で、これも、ね、簡単にね、この超いっぱいあるから。ここにね、畑っていうか、農場を作ったんでね。回復層の農場をね、作ったんで。すぐ集まる。ね。フラスコは、こんだけしかないか。はい。これで、ね、11個。これ、体力が40回復するっていう代物ですね。で、これだけあれば、かなり遠出できると思うんですよ。で、今回はね、ちょっと冒険に出ようかな、というふうに思ってます。で、インベントリはちょっと開けていきましょうね。で、種は置いていきましょう。一応ね、意味ないんで、これはもう畑にするものなので、もうちょっとなんかめんどく、ウールね、ウールの説明もしたいな。ちょっとカテゴリーめちゃくちゃだけど。いいや、もう早く行こう、早く。オッケー、まあ、これだけでいいんじゃない？あとシャベル持っていくか。シャベルはフリントが必要か。で、このフリントがね、なかなかちゃんと拾ってかないとたまらなくて、その辺に落ちてる系なんですよ。なので、ちゃんとね、意識的に拾っていかないとダメですね。枝3つ。基本的にね、枝真ん中だな。で、枝もね、いっぱい持ってるので、基本的にアイテムで困ることは今んところないですね。まあ、潤沢してきたって感じで。で、元に戻して、で、出発と、しましょうかね。
一応国が20あるけど、なんか心もとない。ね。で、剣が、まあ、十分かな。鶴橋がちょっと壊れそうだね、途中で。なんか、すげえ、出発に意外と時間がかかるっていうね。あ、これも。で、エラ3つと、プリント1。これ1個だけ取るっていうのができないから、ちょっとめんどくさいですね。まあ、この辺は多分ね、アップデートで、普通に改善されていくと思うので。まあ、言ってもベータ版なんでね。あ、夜になっちゃった。ちょっとね、辛いけどね。夜。うん。回復、ポーションがな、ポーションが、ちょっと厳しい感じ。ちょっと。一応ね。ほんとね、前、ここでもそもそ作業してたらさ、ここ開けっぱなしにしてて、ボワー入ってきてボコボコにされて死んじゃったよ。パニクっちゃってさ。よくパニクるから俺。かわいいね。で、今何をしようとしてた？あ、ツルハシ。ツルハシはできたと。うん。んで、あ、そう。でね、これだとね、若干この11個って多いようで少ないんで、ちょっと、もうちょっと、回復薬を持っていきたい、俺は。うん。まあね、面白い、このゲーム、本当に。9個か。で、フラスコ。9個？うん。で、こいつだね。あ、そうだ、あとコメントでいただいてましてね。プレイしてる最中に、ついついね、なんか、キャップスロックとか、半角とか触っちゃって、日本語になって、で、動けないみたいなことがあったりするんだけど、それのね、なんか、改善のちょっとアドバイスいただいて、ほぼ知らなかった。Windows ボタンとスペースを押すと、英語モードになるので、あ、ほんとだ。あ、これはいい情報。で、このゲームだけ、英語モードになるらしくて、日本語にはならないらしい。これはありがたい。そしてちょっとね、いろいろあったんですよ。いろいろ。弓矢ね。弓と矢。一応ゲットしました。で、ちょっと、でもね、あんま強くないんだよね。それね。さあ、来い。どっから来る？外に出た瞬間にね、出てくるようになってきて。なかなかもう、あら。ほら。ね、意外と、逃げろ。逃げろ。そして、あ、そっか。まだ、夜中じゃないからね。まあ、こんな感じのダメージ。で、これなんでこんなに弱いかっていうと、単純に俺が弓矢のスキル、これね、上げてないからこんなに弱い。ですよね。だからまあ、自業自得というか。まだね、ちょっと剣で行きたい。まず、剣の方を、で、すごい強くなってから、こういう別のことにね、手出ししようかなーって思ってますね。あ。あ、やべ。ちょっと待って。OK。さあ、というわけでね。あ、チビだ。ゴミ、おら。プチン。さあ、行ってない方が、下の方行ってないんで、ちょっと下の方行きましょう。で、おっきいやつ。確かに怖いんだけど、前、なんとかね、頑張ればね、倒せたんですよ、一回。やったっつって。なんとか倒せた。うん。ので、ちょっと、頑張ってね、やっていこうかなと。でも、なるべくなら出てきてほしくないな。ほら、もうほとんどあれ落とさないでしょ？レシピを。うん。まだ、剣大丈夫だね。剣のチェックは、まだ大丈夫。オッケー。かなり早いよね。オッケー。どんどん行きましょう。ちょっと待って。あ、飯が。危ねえ。ほら、87になってるでしょ、左上。相当すごいから、この食いも。いいね。いい、面白い感じでエンカウントするからさ。来たか。あ、下こうなってんだ。
一体。ちょっと待ってね。こういう時は、焦らずに、回復。ね。余裕余裕。くそ。あら、やばいやばいやばい。雪に阻まれ。一体。ちょっと待って待って、シュン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 。斜めだと早いね、主人公の方が。え、ちょ。これ、夜明けちゃうね。倒したいんだけど、ここまでダメージ与えたら。シュン。これで。ね、これで、追い越して、そして、こうや。夜明けちゃうな、マジで。ちょっと待って。よいしょ、やばいやばい、シュン。ダメだね。まだまだだね。あと3分、2分、で5時。あ、まだか。あと1時間か。あ、これ、ダッシュしながらでも。やばいね。ちょっと、スタミナがなくなってきた。やばい、やばい、やばい。なんとか倒したいなぁ。え、くそ、うーわ、危ねえ。2匹来た。シュン。ダメかー。死んだ。ごめん。くそー。ね。まず、さっきね、俺この辺で死んだんかな？わかんないけど。この辺で死んで、で、この辺海なんで、で、上もないのかな？なので、ちょっとこの砂漠地帯をちょっと進んでみましょう、今回。うん。下のあの続きから始めようと思ったんだけど、まあ、なんでこんなとこにいるかっていうとね、当たり前だけど、当然ね、ここの回復装置で、回復してね。ただなんでね、コストが、うん。剣で4回攻撃する必要あるけど、回復ポーションをね、2、3個使うよりは全然いいんで。よし、そろそろかな。で、オーガがいたらね、オーガ？雪男かな？おそらく。いたらちょっとね、戦いたいんだけど、いないかな。ちょっといない風だね。まあ、ちょっと出てきてくれないから言っちゃうけど、前ね、なんか雪男みたいなのがいたでしょ。で、あいつを倒すとね、俺がね、ずっと探していたウールっていうのがね、手に入るんですよ。ああ、こいつ。で、こいつらね、こいつも倒したことあるんだけど、なんだろうな、経験値もそんなに高くないし、なんか、そうだな。そんなにやるメリットないかな、必死こいて。うん。で、一応あいつらの巣にあった卵もパクったことありますね。いろいろやりすぎみたいなね。面白くてさ、ちょっと待って、えらい来てるけど。あ、なんか、こっちの方は、とりあえずこの海岸線にちょっと行ってみましょうか。こうやって。ね、端っこをこう、潰していくっていう、感じで、うん。いないかな。でも端っことかになんか施設とか立ってるもんかね。いや、しかしね、あれだよ、この、これが嬉しい。この、なんだ、この飯。ベイクドハム。これはね、非常に大きな進化だよ。本当に。しかしな、でかいやつ、あ、ちなみにね、俺、盾を作ったんですよ。ウッデンシールド。で、これを、今みたいに装備してる状態で、右クリックを押すとブロック。で、ブロックしてる間は一切動かない。っていう感じですね。うん。で、なかなかいねえなぁ。いねえなっていうか、いねえなっていうか、ない何も。一旦でも端っこちょっとどんな感じの大陸なのか。あー、なんかいる。ちょっとあれは倒せないでしょう。明らかに。でかいもん。ちょっと気をつけないとな、この辺。ああいうのがいるぞ、いっぱい。あ、回復。みっけ。これね。これ。ちょっと、武器新しいのに変えとこう。あー、すげえ。あー！洞窟だ。新しいエリアだ。これ大丈夫？行って。ちょっと戦ってみようか。一撃で死んだらごめん。これは？あ、これ、ピッケルでいけるやつやん。
鉄鉱石じゃないこれ。ほら、アイアンオア。で、これはアイス？あ、アイスが普通に手に入るんだ、こうやって。で、この斧は斧じゃない、木は普通の木かな？白樺の木とかじゃない？オッケー。ウッドだね。普通のウッドだ。うわ、あ、寒い、寒い、寒い、ここやばい。ちょっと待って。ここやばい。やばい、ここ。あー、それで、あ、こいつも凍えることあるんだ。はあ、それは知らなかったな。よしよし、戻った戻った。25度以下からか。なるほど。勉強になるな。ちょっとあれはね、ウォームハットとかね、いろいろ俺持ってるので、そういうのを揃えてからにしよう。だからやっぱここ早かったね。で、ウォームハットを作るには、ウールを結構大量に使うので、なんだろう。で、一匹ね、雪男を倒すのに、一本落とすんですよ、ウールを。信じらんないでしょ。かわいいけどね、モーニングスターみたいなの持ってるね。ただ、ここ村っぽいのが、やばい。あ、しつこいな。あ、しつこい！あ、こいつは、まずいやっちゃ。見つかったらいけなかったやつだね。よし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 。あ、一回見つかったらこんなに追ってくるんだ。うぜえ。どんぐらい遠く行ったら逃がしてくれる？オッケー。しつこくない？あ、もう一回見つけたらダメなんだ、こいつら。で、微妙にあいつらの方が早いね。ただ、このペースなら、勝てるね。やばい、バカバカ。あー、やっぱ斜めじゃないとダメだ、こいつら。振り切れない。危ない、危ない、危ない。よし。まあ、こうやってね、行けば、少なくとも。でも、こいつらどうやって、まあ、こう、最終的に。どうしよう。まあ、こうやって、こうやって、で、たまに休んで、あ、そうそう、ここは砂漠地帯だね。うん。もう来ねえだろ。さすがに。しつこすぎるでしょ、ここまで来たら。イノシシは、俺を見つけても特に何もしてこない。てか、こいつら全員名前やってこないか。手出すからいけないんだね。そうだよ。平和主義っていうのはそういうもんだ。よし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 。あ、ゴブリンみたいなのがいる。ちょっと、やろう。よし。あ、あ、こいつは弱いタイプだ。いった。ほら、あれ、あ、ちょ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 。でもこれ勝てるでしょ。うら、うえ、すっげえ。なにこれ。あ、久しぶり。ラグアウトオブスネイルスが1個と、これ何？ゴブリンスキン。君は？いった！これまずい？もしかして。ちょっとまずいね。でかいの来ないでね。いって、あいつ、あいつすげえ痛い。え、ちょ、ちょ、あ、死んだ！くっす！Want some soup? You were looking sluggish. まあ、確かに腹減ってるけどさ。スープくれるって言ってるけど、お前どうせくれねえだろ。アホ。うん、まあ、こもるけどね。とりあえず飯食って回復して。アイアンオーア。で、あ、これ、そうそうそう。あとさっき手に入れたのが、飯でか、飯。ラグアウトオブスネイル。あ、さっき言ったキノコだね。マッシュルームと、スネイルミート。スネイルか。どんなやつだろうね。どうすっかなぁ。ちょっと待って、一応マップ見てみよう。まだ拡大できてるんやね。さっき俺がおめおめ逃げ帰って、すげえ、わ、結構行ったね。あー、こうだね。こうやって逃げてきたんだ。
うん、やっぱ行き過ぎたね。よくないね、やっぱこういう冒険の仕方は。うん、ここえらいあるな、回復は。1、2、3あるけど。ゴブリンは倒せたよね、普通に。うん。じゃあ、やるとしたらゴブリンのところかな。それか、あとこのエリアね。下。行ってみようかね。じゃあ次回は、ちょっとあんまりね、今みたいに極端に行くのは、やっぱあの、ゲームの順序的につまらないので、こっち行きましょう。うん。で、今のところ、もうほんともっと攻撃今のところ俺んちがここでしょ？で、こっちはまあ、踏破したね。うん。で、こっちはもう、まあまあ、なんとなくね。これ、ああ、回復の花まで場所わかるんだ。いいね、美しいね、俺の。ただ、俺のドライ畑が見えないけど。ね。うん。で、こっち行きます。次回。はい。で、今晩をね、俺ここで閉じこもって、引きこもっていく、まあ、過ごすので。はい。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。またな。